皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムだにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は、WRC ニュース2024、第7戦、ラリーポーランドです。ニュースの時間だにょん。前回同様、データは動画作成時点のものとなりますので、後日変動がある場合があるのでご理解ください。変動があったら、コメントや概要欄、次の動画などでお知らせするにょん。それじゃあ、ゆっくりしていってね。6年ぶりに WRC カレンダー入りしたラリーポーランドは、歴史の初日に衝撃的なニュースが飛び込んできたわね。トヨタの3代目で出場予定だったオジェが、SS10 と14のゴーダップを走行中に一般車両と正面衝突、病院搬送となってしまったんだ。次の日には退院して、無事な様子だったけど心配したにょん。これによってロバンペラが急遽代役で参戦、歴史も個別スケジュールで行われたのよね。ジェットスキーのスパーブプラグを交換して、湖に行こうとしていたところに、突然の出場要請だったそうだからな。さらにロバンペラにとってポーランドは初参戦で未経験の場所だったり、不利な条件はたくさんあったけど、それでもチームのためにと出場を決めたのはすごいことだにょん。13ポイント差で4で追いかけているトヨタにとっては、これ以上離されたくないところだからな。というわけで、トヨタからはエヴァンス、勝田選手、ロバンペラの3人がエントリー。そしてロンデからは、前回2017年ポーランド戦を優勝したヌービルと、前線サルディニアで今季初優勝を飾ったタナックに加え、2016年のポーランド戦で優勝しているミケルセンが3代目のドライバーで出場。今回ロンデにはポーランド優勝経験ドライバーが2人もいるのね。フォードからはレギュラーのフルモートニュンスターに加えて、マニュファクチャラー外ではあったが3代目のドライバーに。昨年 ERC 大会として行われたラリーポーランドの覇者、マルティン・セスクがハイブリッドなしのプーマラリー1で初参戦で注目を集めていたぞ。次のラトビアではハイブリッド搭載マシンで出場予定だそうだにょん。WRC2 はそれぞれ1勝を挙げている、オリバー、パヤリ、グリアジン、グリーン・スミスによる熱い首位争いが予想され、地元ポーランドの英雄、カエタノビッチもエントリーしていたな。久々の地元での WRC 開催で気合も入っていたでしょうね。それじゃあ日程のおさらい行きましょうか。第7戦ラリーポーランドは6月27日開催、初日は SS1 のみ、2日目は SS2 から SS8、3日目は SS9 から SS15、最終日は SS16 から SS19 となっているぞ。日本との時差は約7時間だにょん。初日は午前中にシェイクダウン、夕方からスーパー SS の SS1 が行われ、タナックがシェイクダウン、SS1 ともにトップタイムをマーク、2番手にはヌービルが続き、ロンデがワンツー発進となったな。初日は首位タナック、2位ヌービル、3位エヴァンス、4位勝田選手、5位ミケルセン、6位フルモー、7位ロバンペラで終えたわね。2日目最初の SS2 で、前日まで好調だったタナックが 18.3 キロ地点で鹿にヒット、フロントに大きなダメージを負ってしまってデイリタイア。いきなりドラマが起きてしまったにょん。そしてヌービルは先頭スタートで掃除役となり22秒遅れの8番手タイムと、ロンデの2人が苦戦する中、ミケルセンがトップタイムをマーク。ミケルセン来たー。そしてミケルセンに 0.3 秒差の2番手タイムには、ハイブリッドなしラリー1で出場したセスクスが続いて、注目を集めたぞ。ハイブリッドなしでも互角の戦いをしているにょん。その後、SS3 で安全性の問題からキャンセル、SS6 で赤旗が上がり一時中断、SS7 で観客の安全上の問題からキャンセルとトラブルが続き、ステージを走れなかったドライバーにはノーショナルタイムが与えられたため、タイム差が広がらず接戦状態に。今回は危険行為がかなり問題になっていたわね。その後もミケルセンが首位をキープしたが、ロバンペラが SS5 と8でトップタイムをマークし、1.8 秒という僅差で迫っており、3番手のエヴァンスも 2.0 秒差とトップ3はかなりの接戦となっていたな。2日目は首位ミケルセン、2位ロバンペラ、3位エヴァンス、4位フルモー、5位セスクス、6位ニュンスター、7位ヌービル、8位勝田選手で終えたにょん。セスクスの活躍がすごかったわね。3日目の最初の SS9 も安全上の理由から再び中断と、不穏なスタートとなってしまったが、この日はロバンペラが6つの SS でトップタイムをマーク、緊急参戦とは思えないほどの圧巻の走りを見せてくれたぞ。ロバンペラの実力の凄さを改めて思い知ったわね。一方エヴァンスは SS13 で右リアタイヤにダメージを負ってしまいタイムロス、3位をキープしたが 16.1 秒差まで広がってしまったな。
SS11 でミケルセンを抜いて一時は2位に浮上したけど、またトラブルに見舞われて、波に乗り切れていない感じがするわね。勝田選手はマシンのフィーリングは悪くなかったものの、出走順が早く掃除役となったため、ペースが上がらず8番手にとどまり、タナックはスーパーサンデーに集中するため日中のサービスでデイリタイヤを決めたんだ。結果的に順位の入れ替わりは少なかったけど、何が起こるかわからない、気の抜けない一日だったわね。ラリーはここで一区切りとなり、トップ10には土曜日までのポイントが与えられることとなるぞ。ロバンペラとミケルセンの差は 9.4 秒で、ミケルセンにもまだ優勝のチャンスはありそうだったにょん。最終日最初の SS16、17とタナックが先頭スタートのハンデを跳ねのけて、連続でトップタイムをマーク。スーパーサンデーに集中するためにデイリタイヤを決めた甲斐があったわね。一方、2番手を走っていたミケルセンが SS16 でバンクにヒットし、右リアタイヤがバースト。マシンへのダメージは大きく、最後まで走り切るのがやっとの状態で残念ながら優勝争いから脱落となってしまったな。まだ優勝の望みもあっただけに残念だったわね。次の SS18 ではロバンペラがトップタイムをマークし、スーパーサンデートップのタナックに 2.8 秒差まで迫り、最後の SS19 次第では完全勝利も見えてきたな。ここに来てトップタイムを出せるロバンペラは、本当にすごいとしか言いようがないわ。最終 SS19 は、厳しい出走順に耐えて走り抜いたヌービルがトップタイム、2番手タイムにタナックが続き、ロンデがパワーステージ1-2フィニッシュ。そしてロバンペラは中盤で少しペースを落とし3番手タイムとなったが、見事優勝を飾り、今季2勝目を挙げたんだ。おめでとうございます。競技前日の緊急出場からの優勝は、伝説として語り継がれる偉業ね。そして2位にはエヴァンスが入りトヨタの1-2フィニッシュ。3日目のタイヤダメージなど惜しい場面もあったが、マシンの調子は良くなっているそうなので、次戦に期待だな。チャンピオン争いもまだまだ続くからね。3位にはポーランド初参戦のフルモーが入り、今季3度目の表彰台獲得となったぞ。おめでとうございます。3度目の3位だから次は表彰台のさらに高い位置でのフルモーが見たいわね。4位のヌービルは、先頭スタートで序盤は出遅れてしまったが、最終日の追い上げでここまで順位を上げてきたな。掃除役に苦戦しても最終的に上位に食い込める強さはさすがよね。そして5位のテスクスは、ノンハイブリッドながら大健闘を見せ、自己最高位を獲得したぞ。次回は母国ラトビアでハイブリッドラリー1で出場だからもっと注目が集まりそうだにょん。6位のミケルセンは最終日のタイヤバーストで惜しくも順位を落としてしまったな。でも無事に完走できてよかったわ。そして WRC2 はヤリスラリー2のパヤリがサルディニアに続き今季2勝目を飾ったぞ。おめでとうございます。これでヤリスラリー2が3連勝となったわね。第7戦ラリーポーランドの順位ポイントはこんな感じで、チャンピオンシップの順位ポイントはこんな感じとなったぞ。ヌービル、エヴァンス、タナックの三つどもえの戦いとなっているわね。あと6戦、今年も折り返し地点まで来たにょん。マニュファクチャラーポイントはロバンペラとエヴァンスの1-2フィニッシュで差は少し縮まったが、ロンデが首位をキープとなったぞ。タナックとミケルセンが順位の割に高ポイントだったから思ったより縮まらなかったわね。スーパーサンデーのおかげで総合順位を見ただけでは獲得ポイント数が想像つかなくなっているにょん。次回ラリーラトビアは、7月18日から開催です。ラトビアはエストニアの南部に位置する場所で、初の WRC カレンダー入りを果たし、今回大健闘を見せたセスクスが昨年の ERC ラトビアで優勝しているんだぜ。セスクスが次の台風の目になりそうな予感だにょん。有利な後方スタートだから、もしかしたらもしかするかもしれないわね。またラトビア戦が終わったら第8回 WRC ニュースをお送りする予定ですのでお楽しみに。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。